親とさ、西田愛です。自粛が明けまして、ちょっとずつ外で活動するようになってきて、そのおかげでいろんなところにこの最近の西田愛の姿を写真だったり動画だったりで、SNS、この YouTube 合わせて見てもらう機会が多いんですけど、なんか変わったねって言われるの。可愛くなったねって言われるの。自分で言ってんじゃないよ、言われるので、なんでかなと思った時に、前髪が私なかったじゃないですか。ずっとそもそもずっとロングヘアで、前髪作らない、こうワンレンのロングのイメージ。髪を去年切りましたけど、それでも前髪は作らずにずっとおでことかも出してるヘアアレンジとかを紹介してたと思うんですが、自粛期間中に前髪をまた作りまして、さらにシースルー番組にもしまして、ちょっと雰囲気が変わったねと言われます。髪型もそうなんだけど、実はメイクも地味に変えたりしてて、で髪型とのバランスとかで結構ね、人に言われて初めて気づいたけど、あ、私こだわってるなって気づいたんですよ。だからいい機会なので、ちょっとみんなに最新の西大のイメチェンした、裏技というか裏話もお話ししつつやっていこうかなと思います。ご覧ください。では早速始めていきたいと思います。本当だったら、化粧水とか乳液とかでちょっとマッサージとかしてリンパを流してから入るんですけど、今日はちょっとそれすっ飛ばします。ここ1年ぐらいずっとラロッシュポゼ使ってたんだけど、この前久々に曲メイクさんがナチュラグラッセを使ってくれて、よかったの。久々に使ったら、コスメキッチンとかナチュラルキッチンとかで売ってるんですけど、ナチュラグラッセを久々にまた使ってます。これはシャンパンベージュっていう、メイクアップクリームの01番なんですけど、ベースとファンデーションが一緒になった SPF も44ある下地ファンデーションです。こんな感じで色がちょっとついてる。で、頬と T ゾーンと顎と鼻下、特に目の横のとこ、こんだけです。何がいいって、柑橘系の香りがするのがすっごいいい。ラロッシュポゼは石鹸とかでも落とせるんで、やっぱ優しい素材でできていて、匂いも無香料でね、匂いが苦手、化粧品の匂いが苦手って人にはめちゃくちゃいいと思うんだけど、これはちょっと柑橘の香りですね。去年の夏の入り口ぐらい、ちょうど同じぐらいの時期にこのナチュラグラッセ使ってた時は、ぶっちゃけこれ1本に頼ってたんですよ。このナチュラグラッセ特有のしっとり感っていうか、言葉を返せばベタつき感があんまり当時は好きじゃなくて、ラロッシュポゼに私は変えたんです。ラロッシュポゼ塗った後に結構サラッとするんで、それが良くて、だけどツヤ感はあるみたいな、そっちにまた変えちゃったんだけど、今となってはこのしっとり感がいいなって。やっぱ時期によってね、好みが変わるんで。これだけだとカバー力がちょっと弱いので、そこにこれも一時昔使っていたやつです、エテュセの BB ミネラルホワイト10番、明るい色、これを部分使いします。本当だったらコンシーラーとかを使えばいいんだけど、コンシーラーだと結構粘度が硬いから、シワの中に入り込んでよりシワが目立つようになったりとかするのが私は嫌なので、こういう柔らかいテクスチャーの BB クリームとかをファンデ代わりに、目のクマ、そしてほっぺのそばかすとかをカバーする、そういう意味合いでここにだけ使います。で、ワントーン、ここがまた明るくなるので一石二鳥かなと。極端な話、ファンデーション使えばいいんですけど、なんかファンデーション、なんだろうね、なんかファンデーションより BB クリームとか CC クリームの方が私がただ好みなのかもしれない。塗れたら、ブラシがある人はブラシ、スポンジがある人はスポンジでちょっとなじませます。ちなみに私のこのスポンジは無印の1パック400円ぐらいの30個入りとかかな、そういうの定期的に買ってます。はい、なじませました。で、正直この辺まだシミとかそばかす残ってんだけど、これは、ご愛嬌なので残します。で、ここで大事なステップが、これお粉、私はもうずっとランコムのアポソリューパウダー02番っていうフェイスパウダーを使ってるんですけど、私が
ナチュラグラス使ってた時に苦手だと思ってたこのベタつき感、それを解消するのがこのフェイスパウダー。これで眉毛描くとこ、そして髪の毛が当たるところ、おでこもそうです。で、後でテカってきそうなこの鼻のとこと鼻の下、口の周り、まあ顔全体的にですね、伸ばすんじゃなくて抑える、ここ大事かも。汗かいたりしてもテカらないし、化粧崩れしなくなります。あと髪の毛がつかなくなります。ここ大事で、これをやった状態で眉毛を描いていきます。眉毛はルナソル、はい、ちょっと太い方のブラシで、もう見て、こんなに減ってきた、順調に減ってきた。眉毛の描き方も以前特集したものがあるので、じっくり解説してるんで、よかったらそっちを見てみてください。やっぱ眉毛がうまく描けた日ってテンション上がるよね。顔の完成度が違うっていうか、自分でもやっぱ納得した顔になると喜びが大きいです。自分に似合う眉毛をまず見つけるとこからね。私前髪が被るので、そこまで丁寧に綺麗に描かなくてもいいんだけど、一応こだわりがあるので、好きな形にはしていきたいなっていう感じ。長すぎず短すぎず、顔の骨格に沿った感じでいけたらいいかな。これフェイスパウダーしてないと、下のあの BB クリームとかのベタベタ感に持っていかれて、ブラシが湿ってしまってパウダーがダマになっちゃうので、眉毛だけでもフェイスパウダーつけてサラサラな状態でやってあげてください。本当にあの極端なカーブとかもつけずに、本当ただ自然に埋めるとこ埋めてっていう感じかな。今のブームはにがりメイクのムーミーです。逆方向から塗って、次は毛並みを揃えて流す。逆方向から塗って毛並みを揃えて流す。自粛期間中、正直デパコスを使うのをためらいました。家から出ない、だけど SNS だけ更新するために YouTube 撮るときにお化粧する、そのためにデパコスを使って消耗していくのは正直もったいないという貧乏症なところが出まして、温存してました。ずっとプチプラでお化粧してたんですけど、またルナソル復活してます。今日使うルナソルは、まずはアイホールにこれスキンモデリングアイズ、一番定番の色01番ベージュベージュっていう色の金色、ゴールドと一番薄い色を混ぜてアイホールにのせていきます。アイホールって言っても二重幅のちょっと上ぐらいまでかな。全部に塗るとおかしいので、目ん玉のへこみがあるギリギリのとこぐらいまで、目ん玉のへこみのちょうど溝になるところまで、こんな感じで、同じものを2色合わせたものを下まぶたにもざっと塗ります。これからつけていく陰影の超ベース部分になると思って、もうあのお肌でいうとこの下地だと思って、もう私は結構こうやって大雑把に結構雑に塗りますけど、こんな感じ、薄くキラキラしてる状態。次この色を使っていきます。ルナソルのマカロングローアイズの1番、綺麗な色でしょ。今日使うのはこのテラコッタとブラウンを使います。まずはテラコッタを、私はね最初指に取るんだ、指に取って目尻側からのせていきます。二重幅に目尻側に塗りました。たらもう一回取って二重幅全体にのせていきます。さっきラメラメを塗ったのより狭いところで収まるぐらい、でも二重幅よりは広くみたいな感じでテラコッタをのせます。よくこの色は秋に使われる色なんだけど、私的にはリップもこのテラコッタに近い、ボルドーに近い色を使いたいので、目元にも同じぐらいちょっと締まる色を入れたいなっていうので、最近この組み合わせにハマってます。すごいね、抜け感のあるね、ちょっといい感じに仕上がるんだよね。黒髪の人は特におすすめです。次ブラシで同じくテラコッタを取り、目尻の3分の1ぐらいだけテラコッタ入れます。目尻の3分の1だけテラコッタ、囲み合いです、囲み合い
なんか懐かしいな、オレンジとか使ってた頃が。また夏になったら気分が変わるかもしれないけど、次このテラコッタの横にある茶色を細いチップで取って、アイラインよりちょっと太いぐらい、まあ、際のところを埋めるような感覚で目尻側からスッと黒目の上ぐらいまで入れます。グラデになるように目尻側から黒目の上ぐらいまでスーッと入れます。こんな感じで、さらにチップの先っちょでチュン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 って取るじゃん。これを下まぶたのもう本当に5分の1ぐらいチュ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 ッと毛の生え際に締め色として入れます。目は以上。次はアイライン。アイラインはウズです。ウズ、はい、ウズブラウンブラックですね。まあ、茶色に赤って覚えてて、茶色に赤、焦げ茶に赤、これがブラウンブラックです。このまつげの間を埋めるとき、まっすぐこうやって刺しちゃって目に刺さった、あー痛いとかってなる人いると思うんだけど、これコツがあって鏡を下に持ってくるんですよ。でその状態でこう 見下ろすじゃん。そしたらまつげの生え際がよく見えるはずなの。こうやって下から見ると、下からトン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 ってやると描きやすいです。私はちょっとこの斜めぐらいが見やすいんだけど、こうすると間を今どこが自分描けてるのかなっていうのがよくわかると思うので、下の方から見てあげてる。正面でやると絶対刺さるから目に。そしたら、この生え際、細かいとこ塗りつぶせたら、目尻だけちょっと描き足します。ニュランって感じ。こっちも目尻だけ。一回で描こうとしないでね、ちょっとずつ筆を進めて、いい感じに描けるように。で、今私とかめっちゃ汚いのよ、ここ。太いでしょ。これを綿棒でスッてやって、上からもスッてやって、最終綿棒で整えるっていう、こういうことをやってます。特に目尻とかさ、小じわが増えてきたりするとシワに引っかかってギザギザってなるの。絶対もう20代10代の子は分かんないと思うけど、30代の代表あたりから分かるようになるから。これそしたらまつげを上げていきます。根元からグッと上げてあげてください。私の場合はまつげを結構グインと上げるっていうのに今またハマってるので、そうするとアイラインとかが濃いと目の周り真っ黒になってしまうので、引き算をしてどこを一番活かしたいのか、どこを一番目立たせたいのかを、自分の中で決めてください。私はまつげがバサってなってるのを見せたいから、アイラインは本当に薄くしか塗りません。マスカラはマジョマジョラッシュキングです。根元から持ち上げるように。まぶたについても綿棒で取れば OK。ほら、こんな感じでバサッと上げてあげてください。梅雨の時期とか湿気が多くなったりすると、まつげ上げてもすぐ下がってきたりするから、そういう時はホットビューラーとかでねじり上げてください。もう一回ビューラーしたりすると抜けやすくなったりちぎれたりするので、毛が思ってるほど強くないんでね、まつげは。バサッと上がりました。でこうなってくると、上が結構バサッとしてるので、下までバサッとしちゃうとなんかちょっと一昔前の顔になっちゃうので、下は茶色にします。これはキスミーヒロインメイクのマイクロマスカラアドバンストフィルムの02番。蓋がこういうピンクからグラデーションになってるやつで茶色です。これをサッサッサッとちょっと毛束が輪郭が少しだけはっきりするぐらい塗ってあげる。もう一度付けで十分です。で物足りないと思うかもしれないけど、十分テラコッタのシャドウを使って、まつげバサーってなってるから目元のインパクト結構でかいんで、もう控えめにこのぐらいで。で次チークなんですけど、さっきから言ってる通り目元に色
インパクトが来てて、リップもちょっと赤いのつけたいので、チークはもう本当に気持ち程度しかつけません。さささささささ、ほっぺにというよりは輪郭にちょっと塗ってシェーディングぐらいの感じで、色はほとんど出ないような、このぐらいほぼ塗ってないのと一緒だけど、リップが濃いからいいの。引き算引き算。リップはフレッシュモロッカンです。マックの綺麗な、ほら綺麗なチョコレート色、目の色とリンクしてます。目の色と唇がリンクする代わり、ほっぺは何も塗らない。ここが大事かな。オイルはモイかリレイ、別にこだわりがあってというか、まだ使い切ってないんで使ってるっていう状態ですけど、質感的に好きなので普通に使い続けてます。髪の毛はね、外羽にしていこうかな。緩やかなカーブになるような感じでアイロン当てるといいと思う。で、横の髪とかは入れるじゃん。で、ふいってちょっと外側に向けて、ゆるウェーブみたいな。ウェーブができなくてもいいんで、毛先だけちょっと外側に向けるとかすると、まあ今年っぽい感じになるかなと思います。ストレートでもいいので。オイルをぐる手のひらにわっとつくぐらいで、なるべく髪の毛の真ん中らへんから毛先を中心に、根元にはなるべくつけないように、中から持ち上げるようにして毛先になじます。で、最後に表面ちょっと整える。残りで前髪を、シースルーがやっぱり可愛いので、厚みのある髪、前髪よりもね。ここで束を作ってあげます。なんか最初前髪作った頃、本当のシースルーなんだったんだけどさ、やっぱシースルーだとセットしないと成立しないのよ。で、自粛期間ってさ、髪の毛までセットしないじゃん。ってなると前髪もっとあった方がいいなって思っちゃって、自分で切ってさ、前髪の量増やしちゃったの。で、増やしちゃうともはやシースルーじゃなくなっちゃうから、セットするときにこうやってちょっと束感作ってシースルーっぽさを出すみたいな、こんな感じかな。はい、完成しました。2020年初夏の最新の西田愛のヘアメイクです。こんな感じ。もうちょっとオイルつけてもいいかなっていうぐらい、結構濡れ感ある方がなんかクールな感じになると思います。やっぱ私普段こうやっていっぱい黒着たりとか、ラフな格好したりとか、クール系が好きなので、リップもちょっと暗めのクールな色で、目元もクールな色
で顔つきは結構ベビーフェイスなんで、あえてそういうギャップを多分作りたいって衝動的に思うのかもしれないんですけど、髪もふわふわくるくるって仕事の時はしがちだけど、普段はこうやって結構クールに抑えるのがタイプです。真似できるとこがもしあったらみんなも真似してみてください。こうやって色を入れていくっていうのはすごく女性として楽しい気持ちになると思うので、真似できるんじゃないかな。では、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタン、そしてコメントもいただけたら嬉しいです。あとツイッターとインスタもやってます。インスタは特に美容とかファッションに特化したアカウントにしてるので、女性は必見、ぜひ見てください。そしてフォローもしてください。では西田愛でした。ありがとうも下げました。みんなで可愛くなろうね。ここの隙間がねポイント、隙間隙間。他の動画も見てみてね。愛がともさげもした。